第3章入ってる、うん、大盛りあっという間だね。坂東太郎って有名なんですか？すみません、まあ、お肉で言えば結局は松坂とかね、結局は米沢牛とかいろいろありますよね、はい、普通の国産とかね、うん、でこれも普通の、まあ、お肉で言えば国産で、うん、こちらがブランドです、はい、はい、で結局は餌とか、うん、もうそれを育てるためのね、お肉もそうじゃないですか、ね、うん、餌とか、はいはいはい、それが違うんですか、ね、はい、身が柔らかいですし、油の乗りがねとてもフレッシュな、なるほど、はい、特上と上の違いは2枚とか特上が 1.5、 あ、1.5、はい、お腹はち切れるあ、でも結構今日特上が問題の方食べてましたけど、あ、そうです、はい、考えよう、はい、私梅クラゲ食べた、坂東太郎行ってみる、うん、せっかくだからね、どうする、違うかな前極限までもやってる、うん、っじゃあこれの特上を2つと、うん、はい、あと梅クラゲ、梅クラゲね、はい、ありがとうございます。でご飯は普通で大丈夫ですか？普通で、え、大盛り、大盛りします、少なめですか、ご飯少な、そうですね、そんなに多くはないですね、多め、じゃあ多めで、じゃあ2つとも多めで、はい、はい、多めで、ちなみに普通の吸い物がセットで付いておりますが、うん、300円プラスでね、肝吸いに変えられます、肝吸い、肝吸い、肝吸いね、はい、はい、で肝吸いで特上で大盛り、はい、はい、ありがとうございます。バンド、バンチャ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 、今日はノンアルコールビール、久しぶりに飲むこれ、ファイアリース、あ、懐かしいよね今日またいっぱい歩かないけど、うん、食べて歩く、朝抜いたからな、そうだね、アルコールドライゼロ、ドライゼロ、うん、すっきりだね。コリコリ系、美味しい、あとうなぎが楽しみだね、うん、開けていい、開けていい、
坂東太郎の特徴だね。1.5 枚、ご飯大盛り。これはすごいね。川になって寝てるよ。あったー、ちょっと隠れちゃった、三つ葉に、うん、あーめっちゃいい匂い、三つ葉。こういうお吸い物大好き。いい匂い。まろやかだけど、あの肝水の余韻が。そう、肝水はもったいなさすぎて後で食べる。うん、尻尾から食べた方がいいね。尻尾の方が淡白。うん、だから真ん中から食べる。初のバンド。だからね、玉三郎って人になっちゃうの。太郎ね。バンド玉三郎って人になっちゃうけど、バンド太郎。うん。あ、またこのタレが。さっぱり、ちょっと辛、なんかね、すっきり辛めかな。うなぎ最高。まあ、いつも私が選ぶ甘辛いじゃなくて甘がちょっと抑えめ。甘いの好きじゃない人はいいかも、こっちの方が美味しい。窓が開放的だから、なんかそうオープンテラスで食べてる。本当だね。風が気持ちいい。あ、落ちちゃう。うん。じゃあ端からいきます。ね。ふわふわだね。柔らかい。うん、旨味はすごいね。うん、ねっとり。うん、美味しい。でも甘すぎないと分かってくれるでしょ。うん、そうだね。うん。こっちの方がすっきりで。うん、上品。うん、美味しい。もう第3章入ってる。うん。うん、おいしい。うん、大盛りあっという間だね。さっき食べきれないかもって言った。うん、余裕だね。余裕ですか。うん、朝ごはん昼ごはん兼用だから。うん、天気も良くなってきて、うん、スカイツリーもいい眺めよく見える。もうなくなってきちゃった。うん、あと2口分うなぎ。寂しそう。食べるのっていうのが、難しい。全部食べる。隅に寄せて。ご飯と一緒に食べないのね。だってね、ボロボロしちゃうから。口で中でステイしてるの。さっきから不思議な食べ方をして。
あんまりお行儀良くないけど、かき込んでいいの。結構硬そうさ、ご飯がここ炊いてあるからポロポロして。うん、そう。箸の上に収まらない。うん。感動しょ。達成感。お味はどうでしたか。美味しいございましたよ、もちろん。最初のやっぱり尻尾の方はさっぱりだったよね、うん、後から甘み、私の好きな甘みが来た、うん、タレの甘みっていうより、うん、うなぎの甘み、さすがバンブー、そうだね、梅クラゲでさっぱりしよう、宇宙船みたいな。